皆さんこんにちは。レオニードのドラムを担当している望月穂奈美です。中学の頃吹奏楽部でパーカッションをしていたのでドラムを担当することになりました。星を見ることが好きで、夜になるとなんとなく空を見上げちゃいます。小さい頃に幼馴染のみんなと流星群を見たことがあって、流れ星のキラキラした輝きは今でもすごくよく覚えています。それから趣味は飼い犬の散歩です。シバオっていう柴犬で、とっても可愛いんですよ。すごく喜んでくれるので、よくブラッシングもしてあげています。あと特技は家事全般です。料理も掃除も一通りはできますよ。アップルパイが好きで、よく自分でも作っているんです。高校でも家庭科部に所属していて、最近は裁縫も。ライブの MC じゃなくてお見合いみたい？確かにそうかも。何を話したらいいかな。ダメダメ、絵の話はダメ。じゃあ例のバイトの話？まあちょっと変わってて、話のネタにはなるかもしれないけど、お邪魔させてもらってる宵崎さんに悪いし、バイトの話もなしで。だからバンドに関係すること、じゃあバンドメンバーへの思いを伝えたいと思います。バンドを始めるまでにいろいろあったりもしたけど、咲ちゃんたちと今こうしてバンドをやれてすごく嬉しい。みんなの気持ちに応えるためにも精一杯音でみんなを支えたいと思います。レオニードの望月穂奈美でした。みんなありがとう。こんな感じでどうかな。みんな最後が何？告白みたいだった？正直な思いを伝えただけなのに、みんなが照れるから私まで恥ずかしくなってきちゃった。